海上自衛隊の護衛艦、朝日型護衛艦の2番艦。艦名は、白縫いに由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、旧海軍の四野目型駆逐艦、白縫い、影楼型駆逐艦、白縫いに続き3代目にあたる。白縫いは、中期防衛力整備計画に基づく平成26年度、計画5000トン型護衛艦1614号艦として、 三菱重工業長崎造船所で2016年5月20日に寄港され2017年10月12日に命名浸水2018年7月5日に行使開始2019年2月27日に収益し第3護衛隊軍第7護衛隊に編入提傾向は大港と,とされたなお大港基地に新造の護衛艦が配備されるのは 有別以来35年ぶりである。2021年3月1日から5日にかけて、関東南方からグアム北方の海空域において、護衛艦、伊勢、春雨、とともに、米海軍駆逐艦、ジョン・ s ス・マケイン、ベンフォールドと日米共同訓練を実施した。同年8月20日から11月25日にかけて、護衛艦、カガ、村雨及び、 搭載航空機4機とともに、令和3年度インド太平洋方面派遣訓練に参加する。会時からは他に潜水艦1隻、第1航空隊、第11飛行隊所属の P-1 哨戒機1機が参加し、インド太平洋地域の各国や同地域に艦艇を派遣している欧州主要国の海軍等との共同訓練等を実施する。 8月26日から29日にかけて、西太平洋において実施された彦目印号、共同訓練に参加した。米海軍からは、駆逐艦、バリー、補給艦、ユーコン、P-8 アンペア哨戒機が、インド海軍からは、フリゲート、シバリク、コルベット、カドマット、P-8 アイが、オーストラリア海軍からはフリゲート、ワラマンガが参加し、対戦戦訓練。 防空船訓練、洋上補給訓練等を実施した。9月1日、パラオ周辺海空域において、パラオ共和国海上保安局巡視船、ケダム、レメリーク2と市、パラオ神前訓練の実施した。同年10月4日から9日にかけて、南シナ海において、英海軍空母、クイーン・エリザベスを中心とする英国空母打撃軍と、 日米 A ランカ新共同訓練を実施した。白縫いには従来の人力操作の重化に変えて日本成功所が開発した国産 RWS である水上艦艇用機関重化が2機装備される。これはモガミ型護衛艦への搭載が予定されているものと同一で艦級品である機関重本体を除いた調達価格は1機あたり2160万円である。 ありがとうございます。